はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルにようこそ、豚猫です。ですね、突然始まった、リスポーンの、ゲーム、バトロワー形式のゲームですね。いきなり発表があって、いきなりゲームのダウンロードが、無料で開始されたっていう、サプライズに近いのかな。最初はね、ちょっと、このゲームが始まる前にですね、海外の実況者さんとかが、なぜかこの時期に、タイタンフォール2のマルチプレイの、実況とか、ライブとか始めて、で、まあ何かアナウンスが公式の方でもあるんじゃないかっていうのは、目にしてたんですが、なんか、実際はこのね、エイペックスレジェンドが発表されて、まあもちろんタイタンフォール、3の方の話もあるんですが、これ発表されて、でですね、突然、ゲームが始まったんですよ、サービスが。全然予期してなかったですね。で、ゲームスタイルはね、バトロワ形式で、まあ、BO4 だったりとか、PUBG だったりとか、フォートナイトだったりとかに近い感じですね。でも、まあ、キャラクターが決まって、スキルも決まってるので、そこら辺はどっちかっていうと、オーバーウォッチみたいな感じのゲームになってくるんじゃないかなっていう。で、このキャラクターがまた増えていったりとか、まあ、自分でカスタマイズみたいなね、見た目を変えたりとかもできるし、パックとか、未開封パック。パック、はい。さっきね、ゲームやったんですけどね。フィールド上にもですね、このパックちゃんが、いましてですね、パックちゃんをぶん殴ってぶっ壊したら、なんと、レジェンダリー系の武器が、武器っていうか装備かな。アーマーが手に入ったので、なんだこれ、クラフトメタル？まあそういうのもいろいろあるみたいで、グラップル移動距離ゼロ。なんだろう。おー、よくわからないけど手に入れてしまったぞ。レジェンド？レジェンド？何？レジェンド？何？バナーが手に入ったのかな？あ、ヘッドショット。あはーん。あ、もうこのなんか、バナーっていうのが、要は自分の、まあ、名刺みたいなのがね、出るんですよね。で、そういうのをカスタマイズできるよっていう。まあね、その辺も結構面白いですけど。これフィニッシャー、これ、格闘キルに近いのかな。要はダウンしてる敵とかに対して、おー、はいはい。まあ、タイタンホールシリーズの、結構、なんだ。常に、常にじゃないね。タイタンホールシリーズにある。あ、モーションの選択の一つであったりとか、DLC とかでね、紋章が増えたりとかっていうのがあったりするんですが、マザーボード、何これ。で、まあ、スキルがまたね、ちょっとまだわかんないんだよね。アルティメット、ジップラインガン。これ誰もができるジップラインだ。攻撃手段にはならないから、サポート系になるんだろうね、こういうのはね。で、僕さっきこれ使ってたんですけど、まあ、スキルで、スプロット、テクトドームシールドと、ガンシールド。照準器越しにエイムを行うとシールドが展開するって被弾を防ぐ。まあ、盾が展開されるよっていう、あまり盾の効果、意味がなかったんですけどね、さっき。最初の、まあ、アーマーとかヘルメットとかもちろん、PUBG だったり、フォートナイトだったりみたいな感じに手に入るんですが、もう一回ちょっとトレーニングやってみましょうかね。
でも、まあ、ゲーム自体の発表が突然あって、ゲームがいきなりスタートしてる状態なので、まあ、本当に手探りな状態。まあ、BO4 がね、出てて、まあ、こういう、PUBG とは違う、こう、なコンシューマー系をメインでやってる大手の、FPS メーカーがですね、まあ、続々とこういうバトロワ系を出しておりますが、まあ、それにね、習ってやっぱり作りはすごいいいですね。ちょっと気になるのが、サーバーがどうなってるのか。はい。とりあえず練習しとかないと。この辺はね、ホールドで選べる。ホールドで選べる。ヘルスキットしよう。で、グレネード投げる。ホールドで選択っていうのを覚えて。で、まあ、連銃。ね、はいはいはい、2つ目の武器を手に入れよう。これかな。2つしか持ち運べないよ。まあ、この辺はね、まあいいとして。あとはまあ武器はね、初めてね、このゲームやる人は武器はね、しっかり覚えていかなきゃいけないっていうのを忘れないように。で、まあ、もうね、ホールドで武器を交換。はい。A powerful key to becoming an Apex Legend is communication with your brother. You can ping different locations, objects, and enemies depending on where you're looking. Follow the checklist to cycle through your pings. ウィングマン。全く別の話にはなるんですが、今年のショット賞、海外のですね、眼賞で、このピストルに、まあ、ピストルだけじゃないんですけど、残弾表示のあるシステムが、システムというか、アタッチメント、アクセサリーが、発表されましてね。さっき僕、ゲームやった時これ使った。一騎打ちみたいな感じでね。これでもヘビーアモなんですね。攻撃力高いよーってかな。反動もあるので。あー、なるほどね。これヘビーアモになるんだ。まあ、これ、AK のね、ブルパップみたいなやつなんですけど。これ2でね、主人公が一番最初に使ってた銃でね。結構思い入れがあるからね。2で、タイタンフォール2でもこれやったと思うんですけど。で、まあ、タイタンホールの、30年後のゲームらしいですね。このエイペックス。で、2の時にエイペックスっていう傭兵集団がいましてね。それの30年経った後のお話で、まあ、シングルプレイメインのタイタン、今回バトロワ形式で、で、チームプレイのゲームなんですけど、タイタンは出てこないです。タイタンは出てこないってことを忘れないでください。タイタンホールの、なんだろうね、外伝になるのかな。タイタンがちょっと出てこないので、ちょっとどうしようかなと思ってたんですが、エネルギー系ね。よっ。これ、跳ね返るかな？跳ね返んないか、うん、これ2発同時、2発っていうかダブルバレルだな。ちょっと変わったスナイパーライフル。スナイパーライフル？マークスマンライフル？どっちだ？マークスマンライフルじゃない ?DMR とか？まあ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 、いろいろね、そういう種類があるけど。これもね、ダブルバレル。
これはダブルバレルのサブマシンガンですね。ねえ、まあねえ、この銃の、銃に、見ようと、どうと。銃のね、この、これと似たような感じに残弾表示が、実際の銃でも表現されるようになりましたよっていうのは結構面白い。あの、そっちはね、あの、現実の方の話ですけどね、談笑で。あと今ね、僕が思うに、要は80年代とかね、映画とかでこう SF 系の銃とかを見てきて、で、かっこいいなと思ってガンスミスになった人たちが、今ね、社長さんとかね、エンジニアさんとかになって、この実際に憧れてた映画とかでね、出てきた憧れの、SF の銃を、今再現してたりとかしてね、アクセサリーメーカーとかすごいかっこいいのでね、デザインの銃をね、いっぱい出してますからね。ん？ショットガン。これ見たことないぞ、俺。レバーアクションだね。すっげえ、なにこれ。あ、当たったところが表示されてる。すごい。どこに当たったよーっていうのが見える。普通ね、当たったらこういう風に、ヒットメーターみたいなのが出るんだけど、面白いな。ちょっともう一回使ってみよう。入れ替えショットガン。この使って、モザンビークはいいや。これは、だってあれでしょ？これもそうかな？あ、これもだ。すげえ。ショットガン当たったところが見える。面白い。なんだこれ。これもショットガンのはず。あー、はい。これね、水平に弾が飛ぶショットガンなんですよ。これはスナイパーでしょ？ 50 口径のやつですよ。おで、まあ、アタッチメントで多分つくとは思うんですが、さっきゲームやった時にはね、かっこよ。さっきゲームやった時はね、ホロサイトとか全然見つからなかったのでね、いやー、まあ、1キルもできないままやられちゃったっていうね。まあ、シグナルを送信。エモートじゃないですけど、まあ、チームプレイになってるので、敵がどこにいるよーとか、形跡が見つかったよーとか、この位置を監視とかっていうのが、ボイスチャットつけてなくてもできるんですよね。まあ、で、これ取り消しもできると。ちょっとね、慣れながら必要だとは思うんですけど、こういうのがあるとね、すごい、さっきやった時は便利でしたね。意思の疎通がやっぱチームプレイで、まあ、ボイチャがね、ついてればね、もちろんいいんですけれど、まあ、ね、喋れる人がね、すべてじゃないので、例えばね、今こうやって僕が実況しながらやってる人は、もちろんなんですが、ね、障害者の方でね、喋れない人とかもね、できるようにっていうような感じにもなってますからね。この辺は最近のやっぱゲームで、e スポーツ狙っていくゲームに関しては、まあ必要になってくるんじゃないかなっていうような。親切というかね、まあ、こういうのがあった方が、そういった、会話がね、障害がある方とかでもゲームをやってる方はいらっしゃるのでね。全然一緒にプレイして楽しめますからね。まあゲームによってはね、聴覚とかね、視覚に異常がある方とかね、できるようなやつになったりとか。武器シグナルを送信。これは武器を見つけて、ここに何かあるよーってのもできるんですよ。
いちいち、どこどこに何があるよって言ったときに、どこっていう会話が多分他のゲームであったと思うんですけど、それがないですね。ここら辺はすごい。ここにあるから取りに行って、みたいな。俺持ってるからいらないよ、みたいなのがこうすぐに発信できるので、全然やりやすいですよね。この辺は。まあね、後発になるのでね、他のね、メーカーがどういうシステムでやってきたかっていうのを見て出してるゲームだったので、まあこれぐらいやってくんないと、ねっていうところがあるけれど。まあね、もともとね、タイタンフォール作ってるチームはですね、コールオブデューティー作ってた。ね、とこと一緒でしたからね。そこから抜けてタイタンフォールを作ってる。いっちゃなんだけどね、COD と BF も昔はスタッフは一緒だったんですからね。その頃は結構FPS 二大 FPS 合戦とかでよく話があったりとか、まあ、好きな方やればいいんじゃないかと思うんだよね。はいはい。で、まあBO4 がね、そのバトロワ系のゲームで発売したので、それに、負けずに作ったといった感じなんだろうか。その辺はちょっとわかんないですけど、突然のサプライズのゲームが始まりましたからね。タイタンフォールシリーズが好きな人はね、やっぱ楽しいんじゃないかなとは思いますけど、タイタンフォールシリーズだけど、今回ウォールランがないですからね。ウォールランって言ってね、タイタンフォールシリーズは壁走りができるんですよ、ちょっと。で、すごい三次元的な動きもできて、面白いんですが、まあいかんせんね、すごい慣れが必要だし、ウォールランしてる人に攻撃を当てるのもすごい難しいし、でも小さいね、マップとか、まあでこうでチームデスマッチとかやってる分には全然問題ないんですけど、こういうバトロワになってくるとちょっとねっていうのがあったみたいで、ウォールランは廃止になっています。アビリティを使って、このキャラクターのアビリティはね、回復アビリティらしいので、特にね、キャラクターによってね、スキルアビリティ違うので、とさっきも言った通り、その辺はオーバーウォッチみたいな感じですね。 Don't worry too much. You still have a chance to bring your friend back. Approach dummy's stash and grab their banner.で、これ、面白いのがですね、味方のリスポーンができるんですよね。ちょっと今、多分前回やったね、アイテムを落としたやつがね、重なっちゃってたんですけど、味方の蘇生の中に、ですね、このタイタンフォールシリーズらしい蘇生の仕方があって、やられて、で、まあ、復帰させる場所が、なんかリスポーンポイントっていうところに持っていかないと味方を蘇生できないっていうのがあって、他のゲームだと、なんかこう、這いずりながら味方の助けてーっていうところが、まあやられちゃったね、味方のところに行って、で、まあ、タグというかね、ゲットして、で、リスポーンポイントのところに、挿入すると、まあ飛行機にやられた人が連れてこられるという、なんとも面白いシステム。でね、タイタンフォール2から30年後らしいので、まあ、タイタンフォールはですね、もう人類が宇宙に進出していて、で、まあ、植民地との、ね、植民地が自治権をね、主張して、まあ、戦争になって、で、まあ、企業との戦争なんですけどね、地球ととかいうよりは企業と、フロンティアに住んでる、フロンティアっていう地域で惑星地域というか、乗る
に住んでる人たちとの戦いの中で、でまあ、APEX っていうこの傭兵集団、傭兵企業、民間、軍事企業が、まあ、戦闘を請け負って戦ったっていう経緯があるんですけど、まあ、ああいう動物とかもいてですね、まあ、ここは地球じゃねえな、みたいな感じがするような景色がこう広がっておりますけれど。ね、タイタンフォールシリーズの 2? あ、1もあったか。このジップラインってね、こういう紐図材にふわーっていって、もともとね、結構三次元的なね、戦闘が楽しめるっていうのは、このタイタンっていうロボットがね、いたから、ちょっとね、大きい、5メートルぐらいのロボットがいるんですが、4メーター、5メーターぐらいのロボットかな。に、まあ、FPS でマルチプレイで戦ってるんだけど、そのロボットに途中から乗りてっていうような、ちょっと特殊な FPS だったんですけどね。まあロボットが好きなので結構日本が好きだったみたいでね、ゲーム内でも漢字があったりね、ファミリーマート的なで、コンビニというかキオスクがありましてですね、おお、ダメージ食らうのかこれ、おお、食らわない、落下ダメージなしか、さすがだ。でもう宇宙進出してたりとかするので、まあ、ワープ工法があったりとかね、エイリアンの技術を応用した短距離ジャンプみたいなね、異次元空間を開いてね、ワープしたりとかっていうこともできたりとかする世界なので、まあね、倒れた味方をね、こう、なんか蘇生させるのもなんか特殊ですね、っていうような感じで。まあさっきゲームやってみたんですけどね、なかなかでしたよ。で、まあ、バトロワになるんですが、各キャラクターにアビリティがあるので、追跡アビリティを持ってるやつがいればもちろん、敵をね、追跡して、先手を取ることもできるし、で、防御アビリティとか持ってるやつがいればもちろん、シールドを貼れたりとかするし、どうしても壁に行っちゃうと、壁ダッシュができるんじゃないかって思っちゃうな。なので、まあ、バトロワなんですけれど、ちょっと、雰囲気が他のと違いますね。やっぱり。おい。Here it comes. で、まあ、キャラクターはね、カスタマイズはできないんですけど、スキンぐらいしか変えられないんですけどね。Approach it and open it up.まあキャラクターが決まっているので、仲間と一緒に戦うような感じのゲームですね。こういうのね、ケアパケを自分たちで落とせたりとか面白いですよね。よいしょ。どこへ行けってシグナルは普通にボタンポチッと押すだけで指示ができたりとかするので、これもやっぱね、他のゲームとよろしく慣れなんで、まあね、やっていかなきゃいけないな、頑張って慣れていかないといけないな。で、まあ、やった雰囲気はですね、なんだろうな、僕はゲーム自体は BO4 は持ってないんですが、まあ、そっち側に近いのかな。やっぱしっかりね、できてますね。で、気になるのがマッチング。ちょっとマッチング長いんですよ。なんでかっていうとね、まあ、こうゲームのね、いろいろヒントとか、まだこういうのね、コントローラー設定とかも、されてるんですが、多分アジアサーバーみたいなところに行っちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。
そんなすぐにマッチングするわけじゃないので。どうしてもね、FPS とかになってくるとね、やっぱサーバーの状況とかってね、やっぱ、あんまり遠いサーバーになっちゃうとね、絶対にね、回線が不安定なので、こういう対戦、FPS で対戦する場合によっては、もう絶対、ハンディがあるので、まあ、そういうのをなくすためにもね、地域限定サーバーにしてるとは思うんですけど、まあ、いかんせんね、360じゃなくて、Xbox 人口がそんなに多くないので、まあ、マッチングしにくいですよね。今やってる人が何人いるのかっていうのが、まあ、気に入ってね、このままやってくれればきっとね、安定はするとは思うんですけれど、そもそものね、Xbox 人口が少ないっていうところがやっぱあって、この辺のマッチングは時間がかかっちゃいますね。なので、こう、ホットな時期でしか、ゲームがこう続かなそうな雰囲気はなきにしもあらずですね。PS4 とかはね、きっと普通にできるとは思うんですが、まあ、びっくりしたとこはね、まあ、こういうゲームって発売するよってアナウンスがあって、発売っていうか、サービス始まるよってアナウンスがあっても、だいたい Xbox って、日本語に対応してないんですよね、ほとんどのゲームが。フォートナイトも、できたりするんですが、Xbox の場合はですね、別の地域にこう設定してでやらないとっていうのがあって、日本語設定のままだとできないんですよね。I am prepared for the fight. ちょっと3人目いないじゃん。どうすんの？最初から2人いない状態でスタートしちゃうの？I'm ready for whatever today brings. あ、切断しちゃったよ。おい、一人になっちゃうじゃんよ。やめてー、そんなやめてー。まあいいや、説明がてらやりますか。Introducing your champion.あなたがチャンプマスター。なんだろう、あそこふわーってなってるとこあるけど。もう出ちゃう、出ちゃう。出ちゃうよ、出ちゃう。一気に出ちゃうよ。あ、この辺はね、全然、他のゲームとよろしくですよね。おっと、危ねえ。俺一人しかいないのに、これちょっと危険だ。まだ話したいこといっぱいある。おっと、やばいぞ。助けてー。助けて。いきなり1対3はきついよー。ほい。あ、この辺は一緒だよ。他のゲームと。DDW、ヘムロック。この辺はね、タイタンホールやってる人がね、やるにはね、全然あれですよ。なんだろう、あっちのこの青いやつ、3人行ってたけど、何かあるのかな。きっと雰囲気的には、ライトアーモン、ヘビーアーモン。ラウンド1、beginning ring countdown. That's quite the far ring. Keeps it interesting. なんか落とした。落としてる、なんか。
いる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 。誰かいる誰かいる。上にいる。当たんない当たんない。あの人なんで一人なの？やばいやばいやばい、横からも撃たれたぞ今。後ろからも撃たれてる。無理でしょこんなん。ほら。あ、内側からは当たんないのね。壁にしかならんじゃねえか、こんなの。シールドチャージ、シールドチャージ。もう一個シールドチャージ。この辺はあれだね、フォートナイトだね、シールドがあると。まだ上にいるでしょ。シールドだけ使だよね。いやだって一人しかいないんだもん。まあ、こんな感じですね。いやね、敵がね、敵てか相手がね、すごい硬いです。めちゃくちゃやってる感じ。I need help. いやー、ロビーに戻ろう。はい。シールドがあってでさらに自前のアーマーがつくので。硬い。すごい硬い。どうやってこれっていう感じぐらい硬いですね。ちょっと出るときにまだね、サーバーエラーとかあるんですけど、まあ、手探りでやっていく感じ。まあ、ゲーム自体のね、触った感触的に言うと、ちょっとね、やっぱ、ね、なんて言ったらいいかな、ぬるぬる動いてるっていう感じではないんですよね。ちょっと固めな感じが、まあちょっとこの前までねアンセムずっとやってたので、その雰囲気があるせいなのか、まあ雰囲気的にはちょっと動きは硬いかな。でも、ね、全然ゲームとしてはマッチリザルトか、これは。ニュースじゃない。ねえ、字幕オンオフ。まあ、すごいね、やっぱね、日本語訳してもらってるのはありがたいですけどね。まあ、ということはだよっていう、まあ、ねえ、地域限定になってるのかなっていうところは、ありますね。でまあ、多分 PS4 とかももうダウンロードしてできるんじゃないかなとは思うんですけど、どうなんだろうな。もともとね、タイタンホール作ってる方々はね、最初に出したタイタンホール1を出したのは Xbox ハードだったので、でまあ、そこからのね、ずっと、で、さらにちょっとね、日本の、やっぱロボットだったり、アニメだったりが好きな人たちが作ってたので、日本のね、このユーザーに対して優しいので、まあ、最初ね、こう、最初からこうやってくれたって言ったところでしょうかね。
まあまあやってみて、いきなりね、始まったばっかりだったので、ね、どんな感じかっていうのを自分もちょっと触ってみたいっていうのがあってやってみたんですけど、まあ無料でやるんだったら全然面白いですね、やっぱりね。でね、今後ね、やっぱストアとかでね、アダルトライフ、この辺はね、多分ね、アンロックしていけるのは、まあ、スキンとかそういうのですよね。まあ、見た目にこだわらないので僕はね、こんなのも別にいいですね。なので、キャラクターのアンロックとかも、そういうのがかかっちゃうのね。まあね、ここら辺は課金して、パック購入したりとかしてね。この辺をね、課金して、まだね、利用不可になっているので、解禁はされてないみたいですね。本当に、いきなりサービスが始まった状態だったので、まあ、プレイヤーが、まあ、結構な人数がすごい、ログインして、ゲームを今やってるそうなので、まあ、遊ぶなら今って感じですね。で、今後どうなっていくかはまあ分かんないんですけど、他のゲームも発売されることだし、まあね、やっぱね、フリープレイでね、フリープレイっていうか、無料でね、こういうゲームができるっていうのがやっぱね、いいですよね。しかも、大手の FPS のね、メーカーが作ってるやつなので、まあ、システム的なものもしっかりしてるし、サービス的なものも、やっぱグラフィック的なものもしっかりしてるし、今のところマップは一つしかないですけどね、今後増えていくことでしょう。まあ、そのためにはね、じゃんじゃん課金していこうっていうね、ゲームになると思うんですけど。こういうとこね、買ってね。やっぱね、こういうの見るとね、アンロックとかに必要なのがね、やっぱ、普通にやったら多分時間はかかるけどっていうところはなんかあれだよね。ワールドオブタンクスとかもね、ワールドウォーゲームスからこういうのね、結構よく目にするようになって定着してきて、でまあね、PUBG とかね、ああいうので、やっぱ一つのこのね、システムが確立されてね、で、まあ、オーバーウォッチだったりもできたし、で、他のゲームもね、それに、やっぱ、ね、ブームにね、追い越せじゃなくて、波に乗るのはね、大切ですからね。で、やっぱ、今ね、e スポーツがね、人気になってきてるので、こういったね、チーム、しかもこれ、今回はチームプレイ、メインのゲームなので、必ずね、3人でパーティーを組んでやるゲームになってくるみたいなので、なのでさっきみたいにね、一人になっちゃうと、まあ大変だよねっていうことが発生しちゃうので、できるだけね、こういうのを一緒にね、誰かとやってね、やるのが、ノラでやるとね、ああやって回線落ちしちゃったりとかね、二人でプレイするとちょっと厳しいよって思っちゃう人が出てきちゃうので、で三人集めなきゃいけないっていうね、クラスで、はい、三人作ってっていうやつがね、発生しちゃうので、知らない人とかと一緒になった時、はい、じゃあ3人グループ作ってくださいっていうのが発生しちゃうゲームなので、その辺はちょっとね、まあ、それを回避するためにね、もちろん自分でアイテムの指定だったりとかもできるような風にはなってるので、だね、キャラクターがもう決まっちゃってるので、スキルとかがね、アビリティとかね、決まっちゃってるので、ソロでの戦いにはね、ならないのかどうなのかっていうところがね、ソロプレイでやったら絶対こいつ強いよみたいなのがね、いるんですよ。アルティメットアビリティね、この人はね、爆撃、この人とこの人かな？爆撃ができるの。なのでね。アンティングビーストがよくわかんないんだよな、使ってないから。この人はね、ケアパケ落とせるでしょ。で、ケアパケにはね、結構いい防御ドロップ、アイテムとか、まあ、パーツのね、アップグレードキットだったりとかがあるので、ファントム、
ガスとかね、いろいろあるよね。次はこの人使ってみようかな。何せ走ってる時にね、被弾すると移動速度が上がるってね、すごい、いいんじゃないかなと思う。スモークランチャーもなんかね、目くらましにはいいし。私これ好きだったんですけどね。まあ、プロテクトドームがね、ドーム内にいる場合は攻撃ができないみたいなのがちょっとね、例えばね、まあ、同じ、この、ジブラルタルキャラクターで、アルティメット使われちゃったときは、もう、プロテクトドーム展開しないと、もう一網打尽にやられちゃうんじゃないかなっていうのがあるので、その辺はね、もう本当にゲームを進めてってね、どういう感じになっていくっていうのはまだ本当にね、わかんない状態なので、触った感じはね、硬い。すごい硬いね。全然倒せなかったからね。だからね、いい武器を見つけて、いいアタッチメントつけてっていうのをやっぱ繰り返していかないといけないゲームだったなっていうのはやっぱ他のゲームに、通ずるところがあるのでね。普通の FPS 感覚、だから今までのね、タイタンホール感覚で戦うことができないですね。全く新しいね。世界観はね、こう通して武器とのデザインとかは、まあ同じなんですけど、プレイ感覚的には今までのタイタンホールとは全然違いますね。シールドとかもあるし、まあ面白かったですよ。まあ今日はね、まだね、やることもあるので、動画をね、撮って、アップして終わりになるとは思うんですが、まあまた次回の動画で。本当はね、もっとね、別のゲームをやろうかなと思ったんだけど、これはちょっとこれをやるのもありかな。でもまあ知らない人がね、入ってきちゃうからね、結局、一人でできないっていうのがやっぱね、ソロの実況者には辛いなっていうところがあるな。まあいいかな。まあ、今回はこんな感じで、はい。いや、また次回の動画でね、次回何やるか、まあそれも、考えながらやっていきます。ご視聴ありがとうございました。今回はね、Apex Legends。今後のサービスがどう展開していくのかっていうところも気になるところではありますが、今のところ楽しいので、触れてみてはいかがでしょうかね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。